はい、こんにちは。前チャンネル前原です。今日はこちらですね、列車合体デラックスハイパー列車帝王です。はい、こちらはですね、明日放送の列車戦隊特急戦に出てくるこのハイパー列車帝王、先週ね、このハイパー列車ターミナルが出てきたんだよね。そう、でもそのハイパー列車ターミナルがなんと帝王っていうロボットになるんだよね。これがすごいよね。あとあのでかいハイパー列車、これにもなるんだよね。なんか巨大な SL みたいな感じだよね。そうだね。全長約 560mm のビッグスケール、 56cm もある。でかいよこれ、箱がでかいからね。まあ、値段もビッグスケールなんだけどな。ちなみにですね、箱の裏側はちょっとネタバレチックなものが書いてあるね。これはまだ、テレビ本編でも出てないし、雑誌とかでも出てないから、でもまだ見せるのやめましょうか。では早速この列車合体デラックスハイパー列車帝王開けていきましょうか。うん、はい、よいしょ、せーの、せーの、ちょっと待って待って待って、よいしょ、重い。おっと、開いた状態。お、この中に、あ、ごめん、ハイパー列車やろ。はい、こんな感じになってるね。じゃあちょっと取り出してみるよ。でかいわ。でかいよ。うわ、でかいでかい。うん、おお、でかいな。でかい。裏側はこんな感じだね。うん、おお、結構いい色してるね。いい色してる。うん。はい、ということで中に入っていたのはこちらのハイパー列車本体と、それとこちらのストーンガード、あとハイパー列車帝王の右腕と左腕、はい、そして最後にハイパー列車だね。ハイパー列車は、デラックス版なんてちゃんと合体できるようになってるね。ちなみにですね、大回転キャノンについてきたハイパー列車はこんな感じ。色がね、ちょっとこちらの方がメタリックが入ってるね。そうだね。綺麗な感じになってるね。で、今回のハイパー列車はこの部分がこんな風に稼働する。あと、ここもこんな風に曲がるんだよ。これどんな風に使うのかちょっと楽しみだね。そうだね。ではこれらのパートちょっとセットしてみましょうか。はい、ということでできましたね。こちらがハイパー列車ターミナルだね。こんな感じになっておりますね。おお、でかいって。でかいよ。でかすぎる。でかすぎる。それでちょっと残念だったのが、この5つの列車は置くだけだね。置くだけ、置くだけです。特にセットされる状態ではない、ね、これは置くだけでこんな感じで出発していく感じだね。でもターミナルっていいね。ちょっと思ったのが、グリーンとレッドとブルーはそのまま発車すればいいんだけど、うん、ピンクとイエローって発車できないけど、ほら、ドーンドーン。あ、ねえ、こうやって曲がって発車するんだよ。あ、そういうことか。ちょっと無理があるけどね。ちょっと無理があるけど、そうかもしれないね。うん、じゃあ次はハイパー列車、でかいやつ、うん、あれやってみようか。うん、まずはこの部分をこれを内側にやるんだって。うん、おお、こうだね。はい、おカチッと言う。ここのロック解除ボタンを押しながら上を全体を持ち上げて、で下に倒す。うわ、でかい。これで最後にハイパー列車を、ハイパー列車をセットして、これで完成。ハイパー列車、これがすげえでかいハイパー列車。ハイパー列車でかいよ。ハイパー列車でかい。ちなみにこれ、これ、あ、ちゃんと転がしで遊べるわ。遊べる。でかいわ。マジでか。だって普通のレッド列車がこのサイズだからね。うん、でかすぎでしょ。そうだよね。電王でいうとこのキングライナーだね、これね。キングライナーっぽい。でももうちょっとで、キングライナーよりでかそうだけど。キングライナーもだってターミナルが変形するんだもんね。うん、そしたら最後にローボだよ、ロボ。ハイパー列車帝王にしてみようか。うん、ハイパー列車帝王にするのはすごく簡単で、まずこのハイパー列車を取るでしょ。うん、そしたらこのハイパー列車をこう持ち上げる。こうやってドーンと、はい、できた。そしたらこのハイパー列車の先頭部分を上に上げて、うん、で顔が出てくるね。うん、これを、あ、本当だ、そこだ。これで完成だ。完成。でかいっていうか、でこれが手が動くね、こんな感じで。で横には相変わらず動かせない。あら、残念。っていうか正直に言っていい、かっこ悪い。かっこ悪い。これはだって足動かないし、足動かないの、かっこ悪い。いやこれは
はちょっとどうなんだろう。失礼しました。手逆でした。手逆？失礼しました。これでいいの？はい、これで OK だね。いやー、いやー、かっこ悪い。かっこ悪い。A ちゃんにとってもかっこ悪い。本当に？足がね、また先してないのがちょっと残念だね。ここが開けばまだ少しは良かったけど、それしてもね、重い。エイシン君ちょっと持ってみて。いえ、はい、特急がこのサイズだね、うん、で、ハイパー列車帝王はこのサイズでございます。ハイパー列車帝王の方が高い。そうだね、高い、高いっていうかでかいね。でかい、横もすごいでかいしね、うん、はい、ちなみに全部の列車をセットするとこんな感じだね、うん、ちょっと食玩とかガシャポンとか混ざっちゃってるけどね、こんな感じですね、すごい迫力だね。そう、はい、ということで今回は列車合体デラックスハイパー列車帝王でした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。